はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の動画では何ヶ月ぶりかな、ちょっと久しぶりなんですけれども、こちらね、マサボーさんに訪れております。いつものね、オープニングとはちょっと違いまして、もう目の前に料理は来てるんですけれども、こちら完成形ではございません。というのもですね、マサボーさんのオーナーさん、マサさんにね、今回 LINE でお店に行きたいとお伝えしたところ、今ね、撮影が9月なので旬に入ったということで、イクラのこぼれ丼いかがですかということで、こんな感じでね、後ほど豪快にね、贅沢にこのこぼれイクラ丼、作っていただきたいと思います。で、今日はですね、このオーナーさんのお気遣いで、イクラ丼だけだとね、飽きちゃったりとか大変な部分も出てくるので、箸休めを用意しましたと。で、今回ね、用意していただいた箸休めがこちら、卵、エビフライで、これが多分コロッケかなになるんですが、ここプラスお味噌汁が汁物として持っていただく予定となっておりまして、で、本日はご飯が丸々一升で、イクラは贅沢に2キロということで、今日はおそらく総重量が 6.5 キロほどになるのではないかなということでございます。僕らにとっても 6.5 ってとんでもない数字なので、最後までね、できる限り美味しくいただきたいなとは思っておりますが、チャレンジ風になってしまったら申し訳ございません。で、ちなみにね、今日もう本当にオープン前からちょっと機材の方は準備させていただいてまして、今ね、ちょうどお店がオープンしたんですけど、オープン間もなくもう満席だね。で、しかも外待ちしてるぐらい、本当にね、このマサボーさんは人気店ですので、ぜひね、皆様も一度このマサボーさんで美味しい料理を食べていただきたいと思いますが、まずはですね、本日のこのデカ盛りこぼれイクラ丼作っていただきたいと思います。じゃあ、いきますよ。すいません、マサさん、こぼれお願いします。はい、いきます。じゃあ、よいしょ、よいしょ。うわ、うわ、これね、濃いんですよ。うわ、生の筋子だから濃厚ですね、これ。濃厚です、これ間違いなく。よいしょ、よいしょ。うわ、うわ、あ、もう完全にこぼれてますね、これ。すぐすぐ。そうですか、気のせいです。夢のような丼ですね。今まで多分これやった人いないですよ。絶対ないから行かせてください。うわ、すごい。あ、見たことない、こんなの。お待たせしました。はい、今日もいただきます。どうぞ。ありがとうございます。ということで、本日のですね、イクラこぼれ丼完成しました。もう文字通り、むしろこぼれすぎ丼なんですけれども、いや、こちらですね、付け合わせと合わせて、早速ね、出来たてをいただきます。 3.56 キロのお米に2キロのイクラと、はい、比率やばいですね。贅沢すぎる、これ。ただ濃厚なんで、イクラ自体が。あー、すぐ、確かに濃厚そう。うわ、ちょっといただきます。いただきます。うーん、うまー。スプーン入れても入れてもイクラがこぼれてきて、白米が全く見えないですね。いや、もう天国だな、これは。うん、うまっ。めちゃくちゃうまいな。うん、このイクラの味がほんと濃い。だいたい9月から11月ぐらいまで一番の旬なので、味の濃さ、これ今だから食べられるうまさがね、ちょっとペロッといっちゃいそうです。贅沢。うん、ちなみになんですけど、魚卵ってね、プリン体が多くて痛風に良くないって聞くじゃないですか。でも実はね、イクラってプリン体めちゃくちゃ低いらしいんですよ。だから全然痛風の方でも大丈夫らしくて、僕も今安心して食べられます。あ、すいません、うまい。
ちょっとね、別途いただきました、汁物、あつつつつ、なみなみのあら汁でございます。あらなんだけど、もう具材がありすぎて、これはもう贅沢、もうあらどころじゃありません。いつもね、チャレンジメニューとかの時は、マスさん家でいただくんですけど、このあら汁がうまいんですよ。魚の出汁とこの油の旨味が染み渡ってます。うまっ。ちょっとこの辺りで卵焼きですね。またマサさんちの玉は分厚いんだこれ。甘くて美味しい。でも今回のこのこぼれイクラ丼、普段だったらちょっとイクラ足んなくなるんで、だから節約して食べるんですけど、全くね、こうガバッと取ってもイクラがなくなっていかない。今ね、多分これご飯この縁で半分ぐらいなんですよ。だからもう3分の1ぐらいは白いご飯食べたんだけど、ここに乗ってる以外にほぼパンパンに周りにイクラもこぼれてますんで、この後ね、逆にイクラガンガン使っていかないとお米が足んないぐらい。イクラ丼食べた人生の中でこんな経験は一回もないね。あ、今日もうまい。お茶がうめえ。合うな。もう僕の動画だと何回もね、このマサ坊さんに来てて、毎回毎回いろんな違うメニューいただいてますけど、何食べても美味しいから、いつ来ても安心なんですよ。うん。やっぱりデカ盛りでもね、まあ好みとかいろいろ分かれると思うので、好みじゃなかった時というか、ちょっと苦手かもみたいな時って、やっぱね、しんどいので、デカ盛りをね、お願いするのを躊躇する時もあるんだけど、このマサ坊さんちは全くない。もう安心して、あれ食べたいとか言わずに、結構ね、基本的には僕、お任せで注文してるんですよ。で、今回もね、こうやって旬なものを最高の状態でいただいてるので、もう絶対みんな食べに来てください。ちょっとこの辺りで、箸休めのエビフライでか。前もねいただいてますけど、やっぱマサさんちのエビフライでかいわ。ちょっとこれね、ソースとタルタルかけまして、うん、うまっ。もうサックサク。うめえ。続いてこれ多分コロッケだと思うんですけど、こちらもいただいちゃいましょう。うまっ。あ、これチーズだ。チーズコロッケ、うまっ、濃厚。あのね、僕がここのお店に初めて撮影伺った時に、1回目はね、このカウンターでお寿司をいただきつつ、他の一品物も食べたんですよ。で、その時に、本当に人気メニューだってことで、唐揚げとかもいただいて、で、それ以降にもいろんな揚げ物をいただいたんだけど、ここの揚げ物、うまいんですよ。油切れもいいし、サクサクだし、で、しかもね、僕らってデカ盛りで食べることが多いので、結構ね、出来たてからちょっと時間経っちゃうことも、多々あるんですけど、それでもね、ずっとサクサクなのよ。ほんとこのお店は抜け目ないというか、うまいものしかない。うん。そしたらこの辺りで一旦ね、いくらほとんど食べ終わりました。上にかかった分は。で、下にね、もうこんだけ、ちょっといくら残ってますんで、これをね足しちゃいたいと思います。
足すんじゃなくてこのこぼれた受け皿の方にご飯入れちゃいますか。この器がこんなもんなんですけど、最初ご飯これぐらいあったんで、むしろ下の方が少ないね。もう残りご飯半分以下だわ余裕で。うまいもんはあっという間ですね。そしたらただいまですね、こちら最初に乗っかった丼は全て綺麗に移し替えました。残るはですねこちらにあるイクラ丼のみということで、正直ね、大きいお皿に入ってると残りどれぐらいか分かんないんだけど、これちょっと移し替えてみると、こぼれてるイクラとご飯1対1です。もうこんなの普通のお店でお願いしたところで絶対食えないからね。今日本当はもともと撮影をお願いする LINE の時に5キロっていうお話をしたんですよ。全体的にもちろんね、大将としてもいくら丼だけだと、申し訳ないというか飽きちゃうかもしれないっていう懸念があったので、いろいろと付け合わせを合わせますってお話はもらったんだけど、それ合わせて5キロっていうことだったんだけど、今日ね朝はお店来たら多分 6.5 ぐらいになりますって話でして、結局このイクラ丼だけでもう 5.5 キロだから、正直ね、食べきれるかめちゃくちゃ不安だった。チャレンジメニューモードになっちゃうんじゃないかなと思ったけれども、食べ始めてみると全然そんなことないわ。スルスルいけちゃう。これ本格的にそろそろイクラをね多めに食べていかないと最後イクラだけになっちゃう。こんなことある？すげえな。今必死に食べ進めてるんですけど、どんだけお米節約してもイクラが残りそうです。最後本当に僕ら人よりもカレーだったりとか定食だったりとかご飯とおかずトントンで食べきるっていう能力には長けてると思うんですけど、それでも計算ができないぐらいイクラが多いです、ね、日本一多いですねこれは、間違いなく。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。Thank you.
そしたらね、もうあれだけあったこぼれイクラ丼がですね、ちょっとね器が大きすぎて分かりにくいと思うんですけど、もうねこのイクラ丼もラストということでがっつりでいきましょう。うん、ということでですね、こちらが本日のイクラ丼ラストでございます。うーん、おー、ちょっとね、そしたら最後こちらね、箸休めでいただいている、おかずを締めに、じゃあちょっとね、これ本日最後の具材エビフライですね。付け合わせのキャベツは無理だ。うん、うわーってことで、本日のこぼれイクラ丼定食になるのかな、完食させていただきました。ありがとうございましたということでですね、本日はこちらマサボさんでこぼれイクラ丼定食、いただいてまいりました。お味噌汁付け合わせ含めて総重量でいうと約 6.5kg ぐらいにはなるのかなと思います。お腹パンパンでございます。僕のねこの32年、今年で3年目になりますけれども、この人生の中でこんなにもイクラを食べれたことはございません。もちろんですね、通常ではもちろんイクラの軍艦ですとかお寿司だったりとかそういったものでもこの旬のイクラ使われております。おおよそですけれども、11月ぐらいまではこの脂の乗ったプリプリのイクラが楽しめると思いますので、この動画見た方はですね、ぜひこのイクラマサボさんで美味しく食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらはね合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。